アデラ・イード・ド・パリは、西フランク王ルイニセイの2番目の妻、シャルル3世の母親、マトフリート家に属するパリ博アダラールの娘で、ルートビヒ1世や、救済カールマンの血を引く。シャルル2世は、後継ぎ息子のアキテーヌ王、ルイクツオン王の日に、アデラ・イードを選んだ。ところが、ルイクツオン王は、アンスガルド・ド・ブルゴーニュと秘密結婚をして4人の子供を設けていた。 シャルル・トクト王は、教皇ヨハネス八世に頼んで息子とアンスガルドの婚姻の無効を宣言してもらい、875年2月にアデライドは、ルイキツオン王と結婚した。しかし教会側は、血縁関係にある夫妻の結婚の正当性に疑義を唱えており、878年9月に教皇がルイキツオン王の戴冠式を取り行った際、教皇側は、 アデラ・イードの王妃退官を拒否した。879年4月に、ルイ・キツオン王が死去したとき、アデラ・イードには、息子がおらず、サイアンスガルド初生の二人の息子、ルイ3世とカルロマン2世が、ランス大司教ヒンクマールの指示を受けて、共同で王位についた。しかしアデラ・イードは妊娠しており、夫の死の5ヶ月後の879年9月17日、 シャルル三世となる王子を出産した。シャルルの誕生は、戦災、アンスガルドとの間に、新たな対立の火種を巻くことになった。アンスガルドと彼女の息子たちは、アデライードが不定を働いていたと非難し、アデライードは逆にアンスガルドの産んだ息子たちの、王位継承の正当性を疑問視した。898年に、ロベール家のウード王が亡くなると、アデライードは、 息子のシャルルを、西フランク王に選出させることに成功した。901年に死去し、コンピエーニュのセコルネーユ修道院に葬られた。マクターク、ロザモンド、ニュー、ケンブリッジメディバルヒストリー、ケンブリッジユニバーシティープレス、ピアニッシモ、136、ISBN0 から521から 36,292X ハットマクターク、ロザモンド、ニュー、 ケンブリッジメディバルヒストリーケンブリッジユニバーシティープレスピアニッシモ138 ISBN 0から521から 36292X ハットマイラインズリリーブドンドクジャニュアリー2009ありがとうございます